ひげ生えたのと、ちょっと顔でかくなったな。お、どうも、複数ドーパミンの中です。先日、ビジュアル系好きな方にお聞きしたいことがありますっていう動画を出したんですよね。どういう内容の動画だったかっていうと、ビジュアル系好きな方へ、邦ロックバンドってどう思ってますかっていうね、ことを聞いたんですけども、たくさんコメントをいただきまして、ありがとうございます。様々な意見があるなって思いましたね。かくいう私もビジュアル系好きの一人なわけでございますよ。だから、俺が、邦ロックバンドをどう思ってたのっていう話していこうかなって思います。腹痛ドーパミンの動画を、多く見てるというか、いろんな動画見てる方は知ってると思うんですけど、僕、アルカディアは、今は、邦ロックは好きです。企画でガッティングが進めてくれることも多いですし、自分で、この曲良さそうだな、この曲かっこよさそうだな、って聞くことも、よくあります。ビジュアル系と比べると少ないかもしれないですけど、俺、今って、かなりいろんな音楽を自分で聞くと思ってて、いろいろ聞くんですけど、一時期ね、高校1年から、社会人2年目ぐらいは、マジでビジュアル系しかほとんど聞いてなくて、ビジュアル系バンドのみがかっこいいと思ってた。正直なこと言うと、マジで。ビジュアル系の曲しか発掘しようとしなかった。その時代は。もともと聞いてた、ボーカロイドとか、K-POP は聞いてたんですよね。けどなんかね、新しい曲をね、あんまり探しに行かなかったね。その時代の俺のその、聞いてる音楽の比率って、もうビジュアル系8割、K-POP 1、ボーカロイド1って感じだったと思うんですよ。邦ロックなんですけど、中学3年生から高校1年生のそのビジュアル系にどっぷり浸かる前までは、ゴールデンボンバーと世界の終わりが好きだったんですよね。この話もしかするとね、いろんな動画で話してるから被っちゃってるかもしれないんだけど、この2バンドがめっちゃ好きで、ゴールデンボンバーの方がちょっとだけ好きだったんだよね。少し好き度が上だった。だからこそビジュアル系にどっぷりいったんかなって思ってますね。で、そのゴールデンボンバーにめっちゃハマっとって、そっからビジュアル系にどっぷりいってからというものね、なんかね、その時期だから、一応本当ビジュアル系ばっか聞いてた時代、今はそう思ってないからこそ言える部分なんですけど、正直その邦ロックバンド、なぜか遠のけてしまった自分の中で。なんでかっていうと、ビジュアル系バンドと邦ロックバンドって言っちゃえばロックバンドなんですよ、同じく。だからこそバンドという形式は一緒なんだけど、そのやってる音楽の世界観だったりとか、このやっぱビジュアル系は衣装があるじゃん。言いたいことわかるかな。本当にマリス・ミゼルとかが一番わかりやすい例だと思うけど、ピシッとした衣装ってものがあって、邦ロックバンドは私服めな服が多い、言っちゃえば似て非なるものみたいな感じの見方で、全然聞かなくなったんですよね。一時期マジで聞かなくなった。だから正直な話すると嫌いだったかもしれない。その時期は自分の中で勝手にダサいなって思ってたわ。大して調べてもないから、正直高校時代の俺クソアホなんだけどね、マジで。ビジュアル系にどっぷり使ったっていうのは別に後悔してないんだけど、他の音楽をもうちょっと聴いとけよって正直思ってますね。今その高校時代の自分に言うんだったら、マジで邦ロックバンドもかっこいいバンドもいっぱいいるのにもかかわらず、そのシカトしてたね。前から知ってるね、オレンジレンジとか、その世界の終わりとか、あとウーバーワールドとかバンプとかはちょくちょく聴いてたんですけど、その新しいものは一切取り入れとせずって感じで、ブルーエンカウントの曲を2曲ぐらい聴いてた。でもそのバンド単位で好きっていうことじゃなくて、その曲でなんとなく聴いて、いいかなみたいな感じで聴いてたんだけど、本当にね、そのぐらい高校1年から社会人2年目の時期は邦ロックバンドがなんとなくダサいなって思っちゃってた。そんな自分がダサいですね、正直。興味がないわけじゃないんですよ。で、逆に嫌悪感みたいなのを勝手に抱いちゃってた感がすごいあったね。じゃあなんで今パラサイトデジャブに行ったりとか、ロンフェスとかも行ったりとかしたんですけど、一部邦ロックバンドのそういうフェスとかにも行ったりしてるんですけど、なんでそうなったか、そこまでに俺がなったのかっていう部分を説明するんですけど、もともと邦ロックバンドは正直な話、さっきも言った通りオレンジレンジ、ウーバーワールドとか世界の終わりとか聞いてて、言ってしまう戻してくれた存在がおったっていう部分ですね。多分ね、2017年の2月か3月にジャパンカウントダウンで、オーラルのリコリスっていう曲に出会ったんですよ。これがでかかったね。今以上にって流れてきたんですよ。待てよ、この曲めちゃくちゃかっこよくないかと思って、パッてテレビに目をやって、っていうこのバンドのこの見た目、もうめちゃくちゃかっこいいみたいな、この人たちみたいな思って、え、
と思ったんだけど、俺ね知ってたんだ、実は G オーラルシガレッツってバンド、気づけよベイビーとかエイミーとか起死回生ストーリーとか知ってたんだけど、その3曲を知ってる時点では正直全然良くないなって正直思ってたの、その時ずっと。そのビジュアル系どっぷり時代ね、リコリス聞いた瞬間にこのバンドクソかっけえなと思って、そこを YouTube で調べてフルでミュージックビデオ見て、それでオーラルにハマりました。エイミーとか正直なんかこう良くねえなって思ってたんだけど、エイミーもめっちゃハマったんですよその後っていうので、オーラルを好きになったのがやっぱでかかったですね。もう一バンドねおってね、僕的にその興味持ったバンドっていうのが、カラオケに行った時にこれも2017年の1月か2月ぐらいなんだけど、ガッティがマイファーストストーリーのミッシングユーって曲を歌ってたんですよ。この曲がめっちゃくちゃかっこよくて、ガッティがミッシングユー歌ってたんですよ。でなんかその時なんかバカな縛りみたいなのしてて、なんか自分の声でも出ないぐらいの高音の曲しか歌っちゃいけない縛りみたいなのをガッティとしてて、でガッティがマイファーストミッシングユー入れたんですよ。でボロッボロだったんですよ、全然声とか出てなくて。でだけどそれを聞いて俺普通にかっけえなって思ったの、そのマイファーストミッシングユーって曲がガッティが歌ってるやつ聞いて、でミュージックビデオを YouTube 調べて、でめっちゃかっけえわってなって、マイファーストミッシングユーとあとアローンにもハマったね。やっぱね、マイファスとオーラル、この2バンドはめちゃくちゃでかいです。僕ホーロック一時期謎に持ってた嫌悪感と偏見をぶち消してくれたのはこの2バンドですね、確実に。でちょうどそのタイミングぐらいでガッティ君がその4フェスに行かないかっていう誘いをくれたんですよね。でまあその4フェスにマイファスとオーラルは別に出てないんですけど、ホーロックバンドにこう興味を取り戻してたって部分があって、まあシンプルにそのガッティがすごい推してる氷見がまず気になったし、名前知ってる部分だとスカパラとかスミカとかキューソネコカミとかも出てたんですよね、フェスに。あとワニマも出てた。そうだからそれで気になって行ったら、もうかっこいいなってなって、全体的にフォーロックバンドかっこいいわってなって、そっからしばらくフォーリミにめっちゃハマったんですよ。スイムがクソほどいいなと。でもしばらくランニングするときに1曲目絶対スイムだった。フォーリミも結構存在としてはでかいかもしれないですね。うん。まあ、ガッティが、こう、いろいろ進めてくれたっていうのも、多分大きいと思いますね。うん。で、今は、まあ、普通にいろいろ聞いてるかなっていう感じですね。うん。まあ、オーラルがでかかったっすね。やっぱ、M ステ出た時とか、なんかすげえ嬉しくてさ、録画したもん。まじ、パラサイトデジャブでオーラル生で見れたのは、本当に嬉しかったですね。ちょっとリコリス、めちゃくちゃマジで俺好きなんで、リコリスのミュージックビデオのね、URL 概要欄に貼っておくんで、ちょっとその気になった方見てみてください。めちゃくちゃかっこいいです。ビジュアル系好きな方にもおすすめです。というわけなんでね、僕がホーロックバンドに思ってたことを今回話しました。以上です。じゃあ、スカオ。